韓国政府、日本を格下げし、誹謗中傷、国防白書で、本日、韓国の国防省が2年ごとに発行している国防白書を発表し、その中で、日本について、これまでは平和と繁栄に向けて、共に協力していくべきパートナーと表現しておりましたが、今回は、協力していくべき隣国との表現となり、格下げしてしまいました。 またさらに、韓国軍による海上自衛隊の哨戒機に対する火器管制レーダー照射事件で、日本側が事実をごまかした一方的な発表を行ったと誹謗中傷いたしました。さらに、2019年の日本による韓国に対する輸出管理が未来志向的な発展への障害となっていると主張しました。 さらに、韓国側が日本との GSOMIA を破棄しようとした問題で、今後も日本の歴史歪曲や一方的で恣意的な措置に対しては断固として厳しく対処すると表明しました。さらに、共通の安全保障懸案については継続的に協力していくとも説明されておりますが、すでに日本政府は 令和2年版防衛白書において、韓国と幅広い分野で防衛協力を進めるとの文言を削除しておりますので、韓国政府がこういった防衛省の対応に発狂した可能性がございます。また、北朝鮮については、主敵という表現を避け、軍事分野での合意などの成果が盛り込まれてしまいました。 こういった韓国の防衛白書の問題について、本日、防衛省の国際政策課長が、在日韓国大使館の駐在部官を呼び出し、我が国としては受け入れられない、極めて遺憾だと抗議いたしました。また、防衛省の石川補導官は記者会見にて、北朝鮮の核・ミサイルをめぐる状況を含め、日韓、 日米韓の連携は重要だ。連携を損なうことのないよう。韓国側の適切な対応を強く求めると表明しました。この韓国の国防白書。韓国軍による。火器管制レーダー照射事件が発生した後、初めて出された白書になっておりますが。まあ、予想通り。ひどい内容になってしまいました。 現状、韓国政府は日本の竹島を侵略している敵国であり、北朝鮮も日本国民を拉致し、韓国と同じように侵略行為を行っている敵国でございますので、日本政府には今後の外交政策、安保政策を北朝鮮や韓国と分けることなく、 朝鮮半島を一つの敵対地域として扱っていただき、可能な限り厳しく対抗していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。